今週も始まりました、ショータイム TV のお時間です。老賢者のガチのままです。よろしくお願いします。ピタゴラスイッチ、どうもババキリフタでございます。よろしくお願いします。お願いします。早速一つ目のニュースです。はい。アーク新作発売が決定。先日 PS4 でも発売されている恐竜サバイバルゲームアークが続編となるアーク2のトレーラーをゲームアワード2022で公開しました。こちらのトレーラーでは原始人のようなキャラクターたちが登場し、前作とはまた違ったストーリー性がある展開を見せてくれました。はい。なんか、グラフィックがめちゃくちゃ綺麗だったよね。そこに驚いたんですよ。ああ、そうだね。まあトレーラーだからそんぐらいなのかなと思ったけどね。 PS4 版でやる分にはあれだもんね。うん、バグ、そこまでのクオリティは多分出ないかなと。バグだらけのサバイバルゲームだもんねアークといえばあ、まあ確かにね、うん、しかもそのサーバー自体もめちゃくちゃ重くてカクカクするっていうそんなイメージだわ。そうそう、確かに。それがまさかの続編を出すということでね。今回はでも PS5 向けなんだよね、きっと。いや、PC からでしょ、多分。まだ発売するかどうかは分かっていない。PS では。PC 版では発売するけど、その後 PS5 で出るかはまだ見て、みたいな感じなんだ。まあでも展開するんじゃない、普通に。だって。だよね。1が出てるんだったら。普通にやってる人結構多かったしね。ただまあ最初は絶対にやばいことになるとは思う結構ソロとかで遊ばないと厳しいとこあるもんね、あのゲーム。やっぱさ、なんかデータ量がさ半端ないのかな。そのだってフィールドクソでかいもん。そうだよね。恐竜とかもいっぱいいるし。PS5 でサクサク遊べるんだったらいいね。まあそうだねっていうかまあ普通のアークとかだったらサクサクできそうな気はするよね、アーク2とかはどういう感じになるか分かんないから何とも言えないけど、でもさ続編ってのもちょっとよく分かんないよね。もうあれ完成された作品のような気もしたんだけどね。クラフトしてサバイバルしてっていうさ、その基本的な部分があるわけじゃないですか。だからこのトレーラーの感じからいくと、もしかしたらストーリー性のあるゲームになって帰ってくるのかなみたいなのもちょっと予想したりしましたよね。確かにね。まあどうなるかは分かんないけど、楽しみではあるのかなと。まあ期待して待ってよ。そして続いてのニュースです。はい。YouTube PS5 の詐欺サイトを広告で出す。先日 YouTube が PS5 のフィッシング詐欺サイトを広告欄に載せたことが Twitter 内で物議となっています。こちらのサイトの中には明らかに日本語のおかしいサイトもあるようで、消費者庁も偽サイトとして注意喚起を行っているようです。はいはい。また PS5 ですか何なんだろうね。私は見たことないけど。もうなんか PS5 を使った悪徳業者出すぎでしょみたいな。何なのこれは。なんかさ、その PS5 が買えますみたいな感じで勧誘して行ったら、なんかちょっと中華系サイトみたいなのに飛ばされるみたいな。そう、詐欺サイトにね、飛ばされるらしいですよ。へえ、やば。なんか希少な薬がないような世界みたいな。それを求めて あの殺し合いをするレイダーどもみたいななってきたよね。やば北斗の剣の世界みたいなさ。やらねばやられるみたいな世界になってきた。みんな欲しいんだろうね。まあ欲しいのは確かに、ね、欲しいね。うん。でもまさかここまで来るとは思わないよね、普通にね。そうね。ツイッターとかでもさ、何名様にプレゼントとかって言ってさ、黒の PS5、 まだ出てないのに黒の PS5 を出すみたいなさ。やば、そんなやついるんだ。そう、画像で載っけてるみたいなすごっ。そう、いやすごいなと思ってさ。
金のなる木みたいな目でもういろんな悪徳業者が目をつけてるみたいな。まあ確かにそう、まあ、詐欺サイトとか、うん、そういう SNS で iTunes カードプレゼントしますとかさ、あ10万円配りますおじさんみたいなことやってる人たち、チンポ出しますおじさん、うん、やべえよなんだよそれそうそう、なんかまあ確かにゲームだから結構子供とかも、まあ子供多分小学生とか中学生、中学生はもう欲しいか PS5、だね、なんかそういう人たちは確かに気をつけてほしいなとは思うけど、まあ、まあ大人の皆さんはちゃんとこう自分の目で確かめて真実かっていうことをしっかり見抜いてほしいなとは思う。いやでも難しいとこですよそれは。そうなのかなまさか YouTube で出てくるとは思わないじゃないですか。まあそうだね、 YouTube はすごいね、Google ちょっとどうも貸してんじゃないのっていう、うん、物議も出てましたよ。エロ関係とかすぐ規制するのにどうしてこういうのは規制しないんですかっていうのも出てましたよ。確かにね、うん、なんかさでもあれなのかな、なんかこの YouTube のさ広告ってお金出せばさ、うん、出せるじゃん。まあ正直出せますよね、うん、だからあんまり多分その規制とか厳しくないのかもしんないよね。だしそんなに見てないんじゃない、わざわざって思ったね。だから管理してないというか、うん、であの動画のさ規制とかもさ多分わざわざ見てないじゃん。なんか音声のさそういうなんかちょっとエッチな言葉を使ってるとか、まあ AI みたいなね最初は、そうそうそう、そういうの言葉とかそういう単語とかで全部こう弾き出されるじゃん。うん、それで、まあ、最初にその後こっちからリクエスト送って初めて人が見てくれるっていう状況、うん、そうそうそう、うん、だからお金払ってる広告はちょっと緩いのかもしんないよね。まあね、だって現にさ YouTube の広告とかマジ変なやつ多くない？まあ正直よ、言っちゃ悪いけど多いねなんか私も YouTube プレミアム入ってるから最近見てないけど、うん、割とよく聞くのはなんか変なダイエットサプリみたいなのの広告がよく流れてくるとか、そうそう、うん、なんかすげえうさんくさいなんとか大学みたいな、なんかそういうのが出てくるみたいな。俺もこれでエメコちゃんとやれたとかっていう、なんかそういうあれちょっと詩も入ってるみたいなやつでしょ、うん、そうそうそう、あの昔の雑誌の一番後ろの方に載ってた広告ぐらい怪しいやつ、うん、あったなそういうの、この数珠でモテましたみたいな、札束風呂入ってるおっさんみたいなそうそうそう、両脇にね、こんな声ってやって、そうそうそう、確かに あれぐらいちょっとうさんくさい広告が多いらしいからね。確かに多いね。なんとか手を打っていただきたいね。そうっすね、うん、ということで次のニュースです。はい、プレイヤーが2021年に最も期待するゲームが決まる。先日ゲーム情報サイトゲームスパークが2021年新作ゲームというテーマで読者アンケートをしたところ、最も期待されていたゲームとしてホライゾンフォビドンウエストが選ばれました。こちらのゲームは PS4 で発売したホライゾンゼロドーンの続編にあたる作品で、サバイバル狩りゲーとして有名な作品となっています。はいはい、どうですか。どうですかって言われても、でも私やったことないんだよねこのホライゾンゼロドーンで。なんかトレーラー見てもなんかな、どういうゲームみたいな感じだったから、なんかあんまりよく分かってない。でも発売当時はモンハンとか言われてたけど。あ、そういう系なんだ。そういう系だね。なんかさモンハンってさ一応ストーリーがあって、うん、こうストーリー進めるも、なんか普通に狩りに行くのも自分で好きなようにこう進行って選べるじゃん。うん。そういう感じ？なんか、元々の大元のストーリーがあっての狩りをしていくのか、なんて言うんだろう。っていうよりはね、ストーリー進めながら狩りをしていくっていうのが正しい。ああ。うん。しかも、フィールドはね、オープンワールドだから。ああ、はい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 。じゃあなんかモンハンみたいに、そう、なんかこのクエストに行きますって言って行くんじゃなくて、そう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 、もうオープンワールドの、そう、世界で機械の獣たちを狩りまくるっていう。絶対面白いじゃんそんなの。まあ結構面白いゲーム。
で、ちなみにね、このゲーム以外に期待されているゲームがあって、うん、それがエルデンリング。あー、そうだね。確かに。バトルフィールド。あー。そして、モンスターハンターライズ。おー。そして、そして、ゴッドオブウォー。あー。というね。もう有名タイトルばっかだね。そうだね。まあ、個人的にはゴッドオブウォーが一番気にはなってるって感じ。へぇゴッドオブウォーは面白いからね、普通に。あ、そうなんだ。うん。まあ、個人的には、2021年に発売するかどうかわかんないけど、うん。あれがいいと思う。FF16。へぇあれは絶対面白いと思います。うん。あと、ハリーポッターのゲームとかも面白そうだったけどね。確かに。あれも確か発売未定だよね、まだ。まあ、こういうなんかもうビッグタイトルはもう間違いないじゃん。うん、なんか、なんて言うんだろう。今年で言う、うん、もう何回も出して申し訳ないけど、ゴースト・オブ・ツシマとかさ、天水の桜姫的な、そこみたいなのとかも気になるね。あれが来てるじゃないですか。デストラクション・オールスター来てるじゃないですか。え？デストラクション？デストラクション・オールスター。ああ、無料ね。あれいつだっけ配信される、まあ、そう。あれわかんない。1月とかじゃない？ 12 月か1月とかじゃん。わかんない。俺も忘れちゃったけど。あれ期待していいんじゃないですか。わかる。いや、でもね、多分面白いと思うんだよね。うん。だからぜひその無料期間みたいなの。そう、その間に PS5 欲しい。こう、あー、確かに。うん。ってところよね。そうだね。なんかそういう、そういうのも気になる。なんか、競馬で言うさ、大穴みたいな。うん、あ、そこみたいな。うん、そこ来るかみたいな。そう、そういうのも欲しいね。欲しい。うん。欲しい。とりあえず PS5 が欲しいっていう話だよね。そうだね。PS5 ゲットしないと始まらない話。ぶっちゃけ。でもなんか今後やっぱ発売してくるゲームはさ、多分こう PS5 寄りに作られてるものばっかだと思うからさ、なんか。まあ、それはあるかもね、ほんと。切なくなってくるよな。うん。ということで、今週はここまでになります。はい。なんかさ、ババさんのさ、はい、ゲームのレビューあるじゃん、動画。ああのさ、なんか一番最初にさ、このゲームを一言でモーストみたいな感じさ、はい、バカバカにさ、エコーかかってさ、なんとかなんとかなんとかみたいなのあんじゃん。あそこマジで何言ってるかわかんないよ。わかる。俺も何言ってるかわかんないときは。あ、自分でも何言ってるかわかんないなって思いながら投稿してんだ。でも、そう、うん。もうノリで行こうと思って。なんか今の何言ってるかわかんない具合が、その時の何言ってるかわかんない具合すぎて、うん、こいつ何言ってんだろうって思った。天元剣遠国の効果みたいな、あれでしょ。もう、あ、じゃあ本人も何言ってるかわかんないんだね。そう。だから、テキストの部分でどうにか。どうにかこうにかなんだ。理解してっていう話。あ、その謎が解けただけで今日よかったわ。そう。なるほどね。ってことで、また来週。ということで今回はここまで。それではまた。